E.G. コンバットは原作、イラストヨシミル、著、秋山水人によるライトノベルおよびその原作漫画。小説版は電撃文庫から3巻まで発売されている。全4巻予定。西暦2029年7月9日。地球はプラネリアムという未知の生物の攻撃を受ける。結果、近代産業文明は48時間で、ほぼ壊滅。 人口も激減した。その6ヶ月後、火星開発の拠点として開発された月から地球に舞い降りた、旧世軍と称する人類の軍隊が、地球の残存兵力と合流。プラネリアムの活動範囲を狭いエリアに押し込むことに、ようやく成功した。西暦2041年旧世軍は地球、月の統一を発表する。プラネリアムの正体は不明だが、女性を狙うこと。 月にはほぼ存在しないことが確認される。対策として、旧世軍は、全女性人工月面移住計画、ジュリエット計画を発動させる。その結果、女性しかいない月と、ほぼ男性のみの地球が出来上がった。西暦2067年の現在、絶望的な戦いは、現在も継続中。本編の主人公。 ルノアキササゲ隊員は地球に滞在する数少ない女性。歴戦の英雄だが、左遷され月の訓練公共官として、劣等性ばかりのアマルス隊を任される。個性豊かな教え子たちとの日々が始まって、2029年、突如として地球上で進行を開始した未知の生物。被害状況からの推定では2029年7月9日、アフリカ大陸中央部に降下。 その後24時間で人口を4割にまで激減させ、48時間で人類の近代産業文明を壊滅させたとされる。生成症と呼ばれる卵、眉から単一、または複数の個体が発生し増殖する。生殖行為を行うかは不明である。分布が極端に地球に偏っており月ではほとんど活動が見られない女性を集中的に狙うといった特性を持っており。 ジュリエット計画はこれらの特性を利用した一応の対抗策である。その正体については、野生動物説、生物兵器説、神罰説など様々あるが、2067年になって、なお不明のままである。2041年、旧成群によって、プラネリアムと呼称することが発表された。形態ごとに差異があるようだが、概ねの外見は人型に近く、直立歩行を行う。 体表面は、広角で覆われ、異様な見た目から像を込めて、猿、エテコーといった属称で呼ばれることが多い。色個体を中心とする集合、すなわち群れ単位で行動し、旧星群では、色個体の色波の周波数によって、これらを識別している。オルドリンには、ジャック・カンパニーと、ゾディアック・ブラザーズの最低2つのプラネリアム集合が、存在することが判明している。 プラネディアムは電磁波の発生、感知が可能であり、個体間のやり取りも電磁波で行う。この能力は、兵器運用において、電子情報技術を不可欠なものとする、地球人類の工学技術に、極めて効果的であり、ソナーのように使用しての作的、機器の発する電波を換気することによる補足。さらには、電磁パルスにより、電子機器を拡乱、ダウンさせる個体も存在する。 敵に察知されることを防ぐために自らが発する電磁波に迷彩処理を施すこともでき、単なる動物的な鳴き声ではない。一方で、この電磁波を感知する能力を逆手にとって、プラネディアムを拡乱、誘導することも可能である。個体にもよるが、基本的に接近しての白兵戦闘を行い、その際は、獅子からプラズマウィップと呼ばれるブレード上のプラズマを冷気させて、 攻撃に用いる。式個体の他にもいくつかの形態が確認されており、それぞれ独自の故障が存在する。式個体プラネリアム集合に通常は複数体ずつ存在する統率個体。アルファーとも呼ばれる。各々固有の周波数の色波を持ち、それによって識別される。オルドリンには最低でも4体の色個体が存在することが確認されている。 オールドリンに生息するもの以外も含め3巻までに登場したのは以下の3体。グレーワオチーフ対抗約15メートル、非人間型の指揮個体。2063年12月19日、北米管区サザンパシフィック防衛戦において、ルノアが地球で初配属された部隊を壊滅させたプラネディアム集合を統率していた。サザンの防衛戦において、救世軍は、 輸送中隊の撤退路確保のため3個小隊を持って撃滅を図ったが、およそ2時間で全滅。生き残ったのは、ルノアを含め3名であった。ドラゴンシャットオルドリンに存在する指揮個体のうちの1体。コードは、アルファ 3ZL。ゾディアック・ブラザーズと呼ばれる集合を統率する指揮個体のうちの1体。ドラゴンシャットが率いていた、ゾディアック・ブラザーズは、 オルドリン第13期紹介任務動向演習中に、オルドリン第6階層に出現、同任務中のキスカ隊及びルノア隊と快適、交戦し、キスカ隊を全滅させた。その後撤退中のルノア隊を、ドラゴンシャットが襲撃、GARP に大きな損傷を与えるものの GARP と、ルノアによって撃滅された。アルファ5オルドリン第13期。 紹介人無動講演習中にドラゴンシャットと共に出現したゾディアック系の指揮個体。旧星群のデータベースにないいわゆる検索不能ファイルであり、それまで未確認の個体であった。マローダー特色ある描写はないが、数の多さを鑑みるに一個体の戦闘能力は、プラネリアムの中では比較的低く、いわば増評かと思われる。 第13期紹介任務同行演習において、キスカ隊とルノア隊が最初に解適したのが2体のマローダーだった。キスカ隊のアルーシャ、リン及びキスカは、マローダーの大群からアマルスらを逃がすために、巡視している。破木一定周期で、歩行形態と飛行形態を遷移する独特の性質を持つ個体。歩行形態時は、左腕の倍近い長さの右腕を、第3の足とし、 直立三足歩行を行う。体内の体液脳に強酸液を有し、別名自殺古代と呼ばれる。ックは敵に接近し、体液脳撃発過程という生物学的なプロトコルによって、体液脳を爆発させることで一種の自爆攻撃を行う。体液脳撃発過程は、脳内への酸素供給、嫌気性の抑制バクテリアの死滅、 抑制物質の減少による生化学反応の促進、神経刺激によるトリガー爆発という過程をたどり、爆発により飛び散った共産性の脳液が送客砲台やクレープの装甲を物理的に侵食する。紹介任務動向演習において、アマルスたちが初めて目にしたプラネリアムは、この自殺個体であった。モスキート体長約3メートル、プラネリアムの中では、 比較的小型の個体。プラネリアムは基本的に二足歩行を行うが、モスキートは四足歩行での高速移動も行う。ウーフー極めて希少かつ特殊な個体。プラネリアムの変種であるスキロイド属の一派からさらに分化したものと言われており、個体の確認自体が2063年頃の新種である。直接戦闘には加わらず、全種が変化したものと言われる巨大な ハリチョウの機関から超強力、活長広域の電磁パルス、通称 EMP バラージを発生させる。ウーフーは EMP バラージを発生させると5分ほどで絶命するが、この各爆発レベルの極めて強力な電磁パルスは、兵器その他の電子機器の電子装備をのきなみダウンさせ、一体のみで壊滅的な被害をもたらしうる。第13期紹介任務動向演習中に出現。 オルドリンの完成、通信システムに大きな損害を与え、ナスカシステムの約60%の機能を喪失させた。月刊コミックコンプ1992年12月号より掲載。ありがとうございます。